はい、4月25日、本日のメニューです、えー。デイリーマーケット情報、フリートークでは中華ビュッフェの話、先週末食べたんですけどね、話してマーケット、まあ、推奨した顔が良かったんで、顔のことをタイトルにしました、顔決算好調で上昇ということでありましたが、まあ、あと全体的にも、えー、今日日経経金反発ということで2万2300円台回復ですね。 そしてアトラクティブストックスの方ではサンバイオが今日は急伸新行史をけん引した形になりました、えー、明日はこれを変え伊藤中テクノソリューションズそして名前が変わった日鉄ソリューションズでしたねちょっと先週間違えてお伝えしましたが日鉄ソリューションズになりました、えー、この2つということでこの後は主要指数の動向と225作用銘柄を中心に大型株の動向を確認してまいりますデイリーマーケット情報をご覧ください、はい、最近の食事 食事事情っていうよりも、その先週の金曜日の過ごし方だったんですけど、あれは、お昼に、まあ午前中で仕事を終えてですね、先週金曜。で、新宿にランチを食べに行って、なかなか平日のランチをゆっくり食べるっていうのはないんで、お得なビュッフェとかにしよう これがお得だったかどうかランチ特有のお得さがあったのか分かんないですけど中華ビュッフェになったということですまあすんげー美味しいなっていうことじゃないんですが小籠包の種類がいっぱいあったんで小籠包好きな方は非常に良かったんじゃないかと思いますあの78種類ぐらい <laughs> ちょっと中途半端に10種類ぐらいありましたかねなのですよ でバーっといろいろあるんですけど、まあこの辺はまあ好き好きあると。まあ別にまずかなかったですけど、すんごい美味しいなってこともなかった。<laughs> ですね。はい、こんな感じです。で、この話題のタピオカがですよ、<laughs> タピオカを自分で作るルールなんですね <laughs>、これが <laughs>。だからこう、まあ、あのさ、そんな種類ないです。あの、ミルクティーと、多分、ウーロン茶と、 紅,紅茶だったのかな忘れましたけど3種類ドリンクがそのタピオカ用のドリンクが、まあ、ドリンクバーまで別にあるんですけどがあってでタピオカ自分ですくってで作るというルールですよで普通のなんかウーロン茶とかに甘いなんか、ね、シロップ入れたりするからそういうの別に自分で入れて杏仁シロップとかそういうのあるんで入れて、えー、楽しめと。 でちょっと雑に写真撮りましたけど、こういう感じで。で、このなんで、でプラスチックのコップなんですけど、プラスチックって何ですかあの、ペコペコなるなりそうです。で、蓋をつける機械があって、この,この辺に。だから、蓋つけて別にもう持っていけるっていうことなんだと思うんですね。ルール的には。っていうことでしたんで、まあ、ご興味ある方は、えー、ぜひ、<laughs> ウィーンってやって、あのなん、なんて言うんでしたっけ、パク。 パ,パウチかみたいな感じでこうできるんですよねでこのストローぽソっとぶさせるわけですよっていうような感じのこともできる、えー、中華料理屋さん新宿ルミネエストの上にありますあのルミネエストの7階かな7階あたりはなんかそのビュッフェのお店が多いから好きな方ねビュ,ビュッフェ好きの方は非常にいいのかななんてことを思いました はい、そんなことであります。では、えー、もういよいよ平成が終わりますね。4月の25。4、2、5。休料日ですか、皆さん。おめでとうございます。ちょうど休料日前へ。 休,休業日終わって連休入るからいいですね私は休業日関係ないですけどいいんじゃないでしょうかということでえー、連休まあ一日置いてなんだもうちょっとよく言い方がかんない分かりましたねと <laughs> <laughs> 日経金株価見てまいりましょうはい日経金株価今日は107円58銭だ2万237円58銭0.48%上昇となりました ししかりしてましたね、ね。今日は、ね、マイナスからスタートしたんですがその後じりじり上げ幅を拡大、まあ、下げ幅を縮小してプラス転換上げ幅拡大とそんな流れでした。 ベーカブの反落でしたね。ニューヨークダウン59ドル34セント安、26,597ドル05セント0.22%下落となりました。ナスダックも、えー、一昨日最高値取りましたが、その、さすがに昨日反落。18.81ポイント安、8102.02、0.23%下落。SP500、0.22%のマイナスとなりました。この辺からハイテクの決算出てきて、またね、高値取りに行くんでしょう。 この人たちはね <laughs>、ということであります。ドル円。今日は朝112円台だったんですが、今の時間111円86銭まで、ちょっとまた、なかなか112円で定着させてくれない。為替の方も、まあ、だから、バタバタね、ね、えー、ボックス券で売ったり買ったりしてる方にとっちゃやりやすいのかもしれないですけど、ね。って言ってたら、どっちかに、ね、離れちゃって、えー、捕まっちゃうみたいなことありますが。 ドル円111円86銭。まあ、もう一回112円乗るかなどうかな原油、えー、66ドル台にまた戻ってきております。225、5分足ご覧いただきますが、ここ、ここが今日の朝ですね。ここからスタート。まあ、5番にかけて順調に上がっていったような感じですかね。10お昼過ぎ、13時、1時過ぎからもうなんかあんまり動かなくなっちゃいましたが、 えー、しっかりとした展開となりました。うん。まあ、ハイテクが良かったですかね。エレクトロニクスのあたりが今日はしっかりしていた。景気敏感セクターが良かったかなっていう感じではありますが。はい。えー、でトピックス。 8.23ポイント高1620.280.51%上昇でした JPX400 から0.47%上昇、まあ、主要産指数あんまり変わらないですね上昇率ね二部指数0.09%上昇小幅反発ジャスダック平均がえーとこれは続進なのかなそうですね続進12円40銭高3448円47銭0.36%上昇マザーズ指数今日3倍よとかねあと何でしたっけ メルカリとかその辺が動きが良かったということで10.73ポイント高944.131.15%上昇でしたリト指数も今日は反発0.27%上昇となっております225目柄の中身見ていきます今日はえっ、ー、と 値上がり目柄数がが17 171、変わらずが5、値下がりが49ということでありましたんで、値上がりの方から見ていきましょう。えーと、今日の値上がり率トップはこちら。DNA。えー、98円高1805円5.74%上昇でした。なんだこれは。これ何ですかね ?DNA。マリカーかなんか の話ですか,違うのか,ななんかそんなパッと見たらそんな話が出てましたけどちょっとわかんないですねもしくはドコモなどとバーチャル警備システムの試作機を開発みたいなそっちのニュースなのか、まあ、その辺に反応してるようでありますまあセキュリティ関連みたいな位置づけにもなりそうだって感じですかね2位こちらえおとといの推奨カオ やっぱり良かった428円だから8584円5.25%上昇久々になんかこう大型をストレートに推奨してきれいに上がったなっていう感じでしたね前日、えー、第1交代の決算発表しました12月決算ですんでね本決算も与えて今期の予想がなんとかとかわけわかんないこと考えなくていいんで、えー、やりやすいところなんですが営業利益382億円前年同期比で3.1%減益ではありますが 市場予想は上回った着地です子供用おむつが中国転売業者の在庫調整の影響で伸び悩んだが、えー、化粧品販売などは好調と、えーまあ、今後在庫調整が進めばいいなっていうのと、まあ、自社株買いですよね昨日もお伝えしましたがで白済み株式数の1.4%に当たる700万株500億円を条件として自社株買いを交換する格好となったということでありましたこの結構別に株価として安い水準じゃない中でね自社株買いをするという 顔の素敵さですね。3位、北地景基でした。こちら、決算発表が昨日あったところですが、139円の中に1982円4.89%上昇。昨日の夜は、あのー、ありえないねな。ありいない。あのー、何でしたっけ、キャタピラーが決算発表して、まあ、数字が悪いってわけじゃないんですが、 えー、全部下げました。昨日ね、日立元気。なのですが、えー、あ、日立元気じゃキャタピラがね、キャタピラー下げましたんで、今日、えー、キャタピラー自身はまあいいかなというところ、悪抜けでしょうね、これはね。うん、えー、というところで、減収、減益ではあるんですが、今日は、えー、思ったより良かったなという数字でありまして、プラス、えー、4.89%上昇でした。さあ、あと4位、サムコ。 48円高、1487円3.34%上昇でした。こちら、特に材料的なものはないですが、結構半導体買いししっかりしておりまして、アドバンテストの決算表が今日、引け後にありましたんで、その辺を期待するような動きいもあったんでしょう。アドバンテスト110円高、3445円3.3%上昇。ただし、 その辺は要注意であります。えー、20年3月期、今期アドバンテスト予想,、えー、予想は利益半減となるということであります。社長、投資止まったということですね。えー、営業利益が53.6%減益。衝撃の <laughs> アドバンテストショックですか、これ。えー、前年比53.6%減益の300億円だそうです。えー、半導体メーカーの在庫調整が当面続くと見ていると。で先行投資も利益を圧迫する。まあ先に 投資をするることがあるんでしょう <laughs> 昨年の中からメモリの前向きな投資はパタッと止まったイメージだと語ったということだそうです売上高が18.6%減えっ、ー、と SOC テスターが23.9%減メモリテスター36.6%減ということであります利益が大幅の落ち込みそうでしているが水準は2018年3月よりは高い水準まあ電気が良かったってことなんでしょうね過去見られてる最後の売上を出すと売上が落ち 大きく落ちて赤字になるという推移ではないということで、まああのー、数字が悪くなる中でも、そんなバカみたいに悪くなるような、えー、会社体制になっているということではないとい、だいぶ良くなったということでしょう、評価してあげてください、明日は厳しいですけどね、きっとね。はい とということでした中外製薬220円だが7100円3.2%上昇です。レーティングが出ているということでありますが、まあ、業績アップもありましたけどね。えー、と野村中外製薬ニュートラル継続で、目標株価7000から7500円ということであります。中外いいですね。あとは、えー、と東宝が続進高値更新140円だが4673.09%上昇。そうですね、東宝は。 映画なんかヒット作ありましたかね三菱自所51円50銭高1885円2.81%上昇日銀の結果発表がありましてこの緩和状態が来年の春まで少なくとも続くというところで不動産低、まあ、金利恩恵銘柄緩和政策恩恵銘柄の 不動産に資金が入りやすすかかかったのかなという感じですかね東京ドームは不動産的な側面が大きいですからそういったところで買われたのかもしれません。30円円中、1108円2.78%上昇周辺、東京建物34円高中、1271円2.75%上昇ちょっと中部電力を挟んでこちら、えー、東急不動産15円高中、630円2.44%上昇とそんな感じですねで飛ばした中部電力 えー、41円だから1604円2.62%上昇反発であります。関西電力は今日随分下げていたと思いましたが、71円明日1372円50銭、えー、でした。今日の引け後の決算発表だったのに、その前に下げちゃったんです。4.92%下落。で、まあ大体なんか業績関連関係なく、 えー、電力株が大きく動くときは大体原発関連だって話ですね。原発に設置が義務付けられる特定重大事故と対策施設について設置期限に間に合わない場合は期限の変更のように、えー、こういう、まあ、話が原子力規制委員会で決定されたと。で合わせてえっ、ー、と合わせて野村でえっ、ー、と投資のバイからニューヨラクに格下げということだそうです。しょうがないですね。あとは。 値上がり上位、ヤマト、ヤマトホールディングス、K.O. ユニファミマ、鉄道は今日はしっかりして、小田急などなど、JR 東とかね、セブンアンダイも今日反発、そんな感じでした。下落した方を見ていきましょう、下落リストップはこちらの関西電力でした。で、えっ、ー、と、2位がキッコーマン。 キッコーマンがこんな下げるったって感じですけどね昨日の場中に決算発表してで大きく下げてその後戻したんですが今日はやっぱりもう一回一晩考えてやっぱり売りだっていうそういうやつですね240円安5280円4.35%下落でした去年はすごく頑張った銘柄でしたが今年はさすがにちょっと息切れですねキッコーマン 住友山別紙住友金属も九97円安、3494円2.7%下落です。こんな感じですかね。資源価格下がったっていうことですかね。今日はね。えー、続いて、アステラス。安値更新までいかないのか。38円50銭安、1481円50銭、50ー2.53%下落。今日、決算アップだったと思いましたが、あ、お昼 ですね。決算発表だったですね。12時に決算発表して、結局下がったという感じでした。えー、その後、キャノン、昨日決算発表でした。キャノンマーケティングジャパンが良かったから、キャノンもいいのかと思ったらダメだったということで、80円安3 0 8 4円2.53%下落でした。も、ま、う、あ、しょうがないですよ。悪いものが。何が悪かったのでしょうか。 えっと、過方修、もう過修正出したって第1クォーターのところで。47.6%減益です。これは厳しいですね。従来の3250億円の営業利益の層から2740億円に引き下げということであります。えっと、レンズ交換式カメラとハンド用応録音装置の販売計画の引き下げだそうです。まあ、ミラーレスとかもちょっとあまり一服みたいな感じなんですかね。やなんか、結構ソニーが人気ないイメージですね、最近ね。キャノンも別に悪くないけど。 うん、っていう、そんなイメージですけど。なんかソニーのが一番可愛い,いみたいな。<laughs> 形が可愛い,いみたいな、そんなこと。えー、続いて6位、東宝ア円七十72円安、2973円、2.36%下落。結構素材系が今日はちょっと難聴ですかね。三井金属とかその後なんで、えー。資源系がちょっと難聴。3日続落、61円安、2918円、2%下落でした。 で自動車が2社続きます日野自動車、えー、2日は続落19円安千とびとび4円1.86%下落今日の引け後の決算発表だったんですがその前に売りにくるような流れでしたねあとは、えー、と大幅な減益、えー、となりました赤字は回避だったと思いましたが、えー、日産16円安888円90銭結局900円割れてしまいましたね 戻せるかかな、な。どうかなあと日東電工まで見ておきましょうか日東電工、えー、97円です5933円1.61%下落でした電子部品は今日まあまあ良かったあのー、あれがねえっ、ー、と航空電子工業とかが結構高決算でしたんでここのところずっと上がってきていて今日爆投みたいな感じでしたんで、えー、高値更新航空電子工業172円中1854円10.23%上昇 この辺のあのいわゆるアップル関連が今日は良かったかなっていうそんな印象ですけどね。ニット電子はダメだったと。以下下落した方、IHI 日産科学日記、東洋帽、松井証券が今日、えっ、ー、と、プ策出てましたよね。松井は朝か。そうですね。朝出てるんですよね。で、下落してました。まあ、証券がこの。 地合いで決算いいとはとても思えないですからね安値更新ですね今日ねですというところでしたあと三井アンドレス伝送トレンドマイクロとそんな形でありました高値安値更新一応見ておきましょうか大型高値更新銘柄でる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 あんまりないのかな今日はうん姿勢度高値更新ですね まあ顔も良かったし、まあ、その辺パッと買われたっていうことですから、トイレたりとか化粧品あたり。85円だから8,610円1%上昇。オムロン。キーエンスがクソほど下げましたが、オムロンは今日反発ですね。同じセンサーっちゃセンサーですけど、60円だから6,130円1%上昇。キーエンス見ておきましょうか。えーと、違う違う違う。六六違うな。 全然忘れてしまいましたねあーっ金安3000円安6万965413%下落7万円割れ金安こういう時避けても,もうま,またどっかのタイミングで上がってくるんですよねっていう。 でまあ、すこぶる悪い数字っていうことではないのですが、まあ、一応着地のところ8.5%増益でこの3ヶ月がですね5.7%減益でちょっと良くなかったねっていうところはあるんですねで今期の予想は開示していませんが2桁増益が想定されているということではあるんですけどね、まあ、実際どうなのっていうところまあじゃあ一旦売打っとこうかっていうねそんな感じなんでしょうかね えっとあとはホームロンエプソン成功エプソン8円の中1801円0.45%上昇だで先ほどアドバンテストとか航空電子工業とか SMK あたりも高値更新ですね杉ホールディングス高値更新130円の中5680円2.34%上昇 そんなもんでしょうかね。東方でしょあ、まあいいや、これは後で見ましょう。<laughs> で、安値更新。大きいとこ、リクシルビワタが安値更新したとプラス、日産科学が今日安値更新でしたね。えー、っと、こんな感じかな。 高島屋安値更新した後プラス転換三井住友トラスト昨日に引き続き安値更新台は安値更新です今日引け後の決算アップだったと思いましたが台はもまあ悪いんでしょうちょっとちらっとだけね50%減益19年3月期で今期は非開示なんですかね おお、すこぶる悪いですが、まあ、この悪い、これぐらい悪いのは、まああのね、悪いですよっていうふうに、オフ会では言いましたんで、これはもう、インサイダー的に、台湾は悪いと、<laughs> 絶対、まあ、野村もそうなんですけど、悪いってことはもう明,明らかだということをお伝えしておきましたんで、その辺んで、ねえー、悪いだろうということを。 納得していただいた方は、売り立てるなりなんなりしてい,い、いたんじゃないかと思いますが。まあやっぱり悪かったですね。うーんと、そんな感じで、あと松井でしょさっきの松井安値更新。レオパーレス21安値更新。スカパー j サット安値更新。関西電力安値更新。そんな感じです。はい。ということで、以上、デイリーマーケット情報のコーナーでした。